こんにちは。今回はノアボクシーに最適なスマホホルダーという話題でお伝えをいたします。で、ノアボクシーなんですけれども、見ていただくとお分かりいただけるかと思うんですが、結構インパネの形がこう複雑になっている。この辺は真っ平らなんですけれども、この運転席のこの辺の近くに行けば行くほどかなり形が複雑になっていて、昔の従来の車に比べるとスマホホルダーの取り付けが結構難しくなっています。購入された方はよくお分かりいただけるかもしれないんですけれども、例えばこの辺につけようと言った時に、つけられるところというのがここ、もしくはここ、あとはこちら、これしかありません。今回ご紹介するこちらのジュンダの吸盤タイプのスマホホルダーであったり、こちらも同社製品なんですけど、こちらは後ほどご紹介するんですけれども、私の使い方をアレンジしてこんな形で使ってるんですが、こちらもジュンダのクリップ式のスマホホルダーになります。で、こちらは私も従来使っているもので、置くところがなくてもうここにつけようということで、これは充電式のものになっているんですけど、やはり充電式のものが欲しいなということで、私はここにつけていて、従来ご紹介した充電式のスマホホルダーにデザートウエストのマウントをつけて使っています。そうしますと、もうここしか取り付けるところがないということで、結構スマホホルダーを取り付ける際にしっくりと来る場所が少ないというのがありますので、ノアボクシーに最適なスマホホルダーということで、ジュンダのスマホホルダー吸盤タイプとクリップタイプのご紹介をいたします。で、まずはこちらは後ほどご紹介することにしておいて、このジュンダのスマホホルダーなんですけれども、私はこちらの方がすごく良かったので、これをまずレビューさせてもらえないかっていうことでお話をしました。で、それがこの製品になっています。で、これは横に立てかけるタイプのものになっておりまして、で、下見ていただくと吸盤がついていて、さらに吸盤をつけるためのこれ座面になっていて、この下がまたゲルになってるんですけれども、インパネに残りにくいタイプのゲルになっています。で、これを例えばここに取り付け、台座を取り付けをして、でこちらが吸盤があって、でこれが真空引きをするためのレバーになりますので、こんな感じで、まあ、取り付けると、まあ、いう非常に設置するのが簡単なものになっています。で、設置するときはどうするかということなんですが、まあ、こういう感じで、まあ、設置すると、まあ、いうことで、結構ノアボクシー、まあ、私結局ここにはつけてなくて、この横につけてるんですけれども、まあ、どういった時に使うのっていう話なんですけど、例えば動画をこちらのスマホ上で見たいよという時があったりすると思います。縦にすると視界を妨げることになってしまって見にくいですし、画面自体もちっちゃくなってしまいます。で、横にすることでこのようにワイドに見ることができて、さらに視界を妨げない。まあ、そういった見え方をしてくれるので、動画を見る上では非常に使いやすいスマホホルダーになっているかと思います。もしくは動画だけじゃなくて、私の場合ですとよくあるのが、まあ、例えばこのように撮影してきた、まあ、写真であるとか動画であったりとか、まあ、そういったものをこのスマホの画面で確認するということがあったりしますので、まあ、こういった時に私はこのスマホホルダーを使ったりする、まあ、ネットにつなげて YouTube を見たりするのももちろんできますけれども、ネットにつなげることなく携帯単品で使いたい時に、まあ、横にして動画を確認するという使い方がすごく私にとってはこのジュンダのスマホホルダーはすごく重宝しているなというところになります。で、もう一点は、必ずしも携帯電話自体を充電する必要がない時っていうのがあります。で、ずっと充電しすぎてしまうと過充電になってしまって、スマホのバッテリーの寿命を縮めてしまうということもありますので、まあそういった時なんかは、まあここにこう載せる感じで、まあスマホを設置して使うということがあったりします。で、私はあまり真ん中ですと、やっぱり見にくさっていうのがどうしてもあったりするんで、で私の場合はここなんですけど、先ほどのこの吸盤の台座、これをここに設置して、で、その上に
まあ、この下に吸盤ついてますんで、これを設置してこんな感じにしておいて、で、まあ、こういう感じで、まあ、充電しないときはもうそのまま置きっぱなしにしておくというやり方もありますし、動画を確認したりとか、まあ、YouTube たまに見たりとかっていうことを、まあ、するために、まあ、これを使っているという感じになります。または地図なんかも縦で見るより横で見た方がもちろん見やすいっていうこともあると思いますので、このようにここで Google マップを表示させて見たいという方もいらっしゃると思うんで、横幅ですごくマップ自体も見やすくて、まあ、操作性も非常にいいので、こういった使い方をしたい方にとってはすごくこのジュンダのスマホホルダーっていうのは役に立つアイテムになるということが言えるのかなと思います。続きましてこちらで、こちらのクリップ式のスマホホルダーなんですけれども、これ最初私レビューしてくれって言われて、なんかこれレビューするの難しそうだなって思ったんですね。正直なところ全然いいところはなさそうで、レビューするのもすごく困るアイテムかなと思って一度お断りをしたんですけれども、実はあるものと組み合わせて使うと非常にこちら優れたものに、優れた威力を発揮してくれるスマホホルダーになっています。で、まあ、ノアボクシー乗られてる方はご存知かもしれないんですけれども、できればこの裏にスマホホルダーを置きたいというふうに考えていらっしゃった方すごく多いと思います。私もその一人なんですけれども、でもここにスマホホルダーを置いたりすると、例えばこういったスマホホルダーですと、ここに当たってしまう、このナビのここの縁のところに当たってしまって傷の原因になったりするというのもあるし、でもちろんこのナビのカバー、ナビのこの画面が被ってしまって見にくくなるということもあります。今こういったタイプのが主流で、こういったところにつけようとしたときにつけることが非常に難しくなります。先ほどご紹介した、まあ、こちらのスマホホルダーもなんか置けないかと思ったんですけど、これはもう横置きのものになってしまうんで、そうしますと位置が今度低すぎてしまってスマホが見れないという問題が出てきたりしますんで、なかなかちょうどいいものが、まあ、ないというのが現状としてあったということになります。で、それを解消してくれて、このナビの画面の上に設置することができて、かつこういったナビ画面にも干渉せずに、ナビの画面も邪魔しないで、さらに真ん中にこう置くことによって視界の悪さというのも極限まで少なくしてくれるという非常に画期的なものになっています。で、これちょっとご紹介していこうと思うんですけれども、で、これどのようにしてるかと言いますと、私の動画を見られた方はご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、このようにしています。で、これは何かと言いますと、アクションカメラとかのダッシュボードマウントというもので、この上に吸盤をつけて、で、さらにその上にカメラを設置すると。で、それによっていろんな場所でこう任意でこう設置するということができる。で、さらにこれが重りになってます。だから結構重いんですけれど、で、それをこのダッシュボードのこの上にこうポンと置くだけで、で、ずれることがないということで、いろんなところにこう自由度が高く置くことができるということで非常に絶賛してて、私のチャンネルを見て購入されている方も結構いらっしゃいます。これはすごくいいです。よくあるパターンというのが、もうこういった吸盤タイプのものになってくると、このダッシュボードにノリが残りやすいものもあったりするわけなんですけれども、まあ、そういったものもこれだったらないと、まあ、いうことなので、とにかくポンとこう置くだけでいいと、それで使えてしまうということで、まあ、実際私これ車動かしている時の状態で動画映しているんですけれども、まあ、全然これ自体が脱落したりとか、まあ、そういったことは普通の運転でしたら、まあ、特にないので、通常使うという意味においてはもう全然これはもう十分実用性の高いものになっているということで、そういったこの車載マウントになります。で、これに実は今回のジュンダのこちらクリップ式のマウントというものを私は使っています。で、これはもともとどういうものかというと、こうクリップ式になっていて、まあ、こういう感じで挟むタイプになっています。で、使い方はいろいろあって、例えばここのサンバイザーにこうはめ込んで、で、まあ、こういう感じで使うというやり方もできたりとか、で、
こう横だけじゃなくて、こう縦にこう見ることもできたりするので、まあ、こういった設置の仕方もできたりとかします。であとは、まあ、こんな感じで、例えば助手席のスマホホルダーつけたいといった場合なんかは、まあ、こういうふうに、このオールがあるところでしたら、挟み込んでつけることもできたりします。クリップ式で使う場合は、まあ、その2点ぐらいかなっていう感じがするんですが、まあ、私の場合は、まあ、ここに AI ボックスを設置をしたりしているんで、ちょっとここのスペースがなかったりであるとか、あまり言わない方がいいかもしれないんですけれども、ここ、サンバイザーに跡がついちゃうっていうことがあります。で、今も跡全然消えてるんですけど、私すごくそういうとこも気にするんで、ちょっとサンバイザーにつけるのっていうのは、もちろん使いやすいんですけど、跡が残るのが嫌だなと。まあ、いうことで、より一層利便性が高く、設置性の自由度が高く使えるようにならないかなっていうところで、まあ、冒頭でご紹介した通りなんですけれども、こちらの車載マウント使って、これに、この、ジュンダのスマホホルダーを挟み込んで、まあ、使うと、まあ、いうことをしています。もともとこの、ジュンダのクリップ式のスマホホルダーって、まあ、こういう風に使うこともできます。要するに立たせてこうやって使うこともできる。でもこれだと、車を走らせた時には、もうこうやって、転落してしまう。間違いなく倒れたりするだろうと思います。なので、これだとちょっと、やはり不安定になっちゃって、使い物になんないよねっていう風に思ったんで、ダッシュボードマウント使ってみようということで、で、取り付けした状態っていうのが、まあ、こういった状態になります。これだったら、街中でしたら間違いなく、落ちる心配っていうのもないですし、かつこうやって横ですと、まあ、より安定感っていうのは増すと思うし、で、先ほどご紹介した通りで、このノアボクシーのこのディスプレイオーディオの裏側をスマホホルダー置きにしたいなということを考えてたんで、そうするとこれがすごくしっくりくると、まあ、いうことになります。もうここだったらとにかく、もう文句がないなということで。で、かつ、縦も横も見れるし、で、使わないときは、このように収納しておくこともできるわけです。そうするともう前の視界も気にならない。これかなりレビュー数が多い商品になってるんですけれども、これはね、結構いい商品だなっていうことを、まあ、私自身もこう思ったということになります。なので、これは結構おすすめできるし、で、これはもう携帯のスマホホルダーではあるんですけれども、このマウント自体がもうフレキシブルなマウントになっているので、こういった自由度の高い使い方ができるっていうのは、スマホホルダーとして、まあ、相当アドバンテージとして高くなりますし、まあ、冒頭でもご紹介した通りで、まあ、跡が残らないっていうところですね。そこがもうすごくいいところかなと思いますので、まあ、買ってもう全くこう損のない、そういったスマホホルダーになっているのではないかなと思います。で、今回こちら、ジュンダさんのお話によりますと、私の動画を見ていただいた方に、限定で50名様の方に、こちらのスマホホルダーを無料でプレゼントをする企画というのをやっておりますので、ぜひ、こちらの商品、一度使ってみたいなと思われる方は、概要欄に貼っておりますので、そちらの方を確認していただければと思います。で、こちらのスマホホルダーの使い勝手の良さというものを、ぜひ体感していただければなと思います。はい。ってことで今回はこちらのジュンダから出ております、こちらのスマホホルダー。こちらはクリップ式のスマホホルダー。こちらの方が吸盤タイプのスマホホルダー。この2つのスマホホルダーのご紹介をいたしました。当チャンネルではこういったガジェット系のレビューを、まあ、ノアボクシーを通じて配信の方を行っておりますので、ぜひ興味のある方はチャンネル登録の方よろしくお願いをいたします。また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。それでは失礼をいたします。